古代の帝王らがこぞって求めた仙道の秘宝、丹薬。秦の始皇帝も自らを不老不死とするため、その禁断の薬を望んだという。しかし絶大な力を与える丹薬は世に災いもなしたとされ、秦が倒れた後も戦や権力をめぐる暗闘の陰には必ず丹薬があったとも言う。時は流れ、漢王朝が衰微した今、再び丹薬の輝きを帯びた暗雲が世を包み、各地の眠れる竜を目覚めさせようとしている。兄者、我らが弟の勢いをご覧あれ。後天の世は目前ですぞ。天下大吉。天下大吉。お助けくださりありがとうございます。あなたの傷が癒えてよかったです。見つけたぞ、不死の丹田を持つ者よ。